はい、皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナーの山下です。いつもですね、この、映像、動画をですねご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、持ち家のメリット、3回目になります。こちら、老後に現金化。前回もお話ししました通り、持ち家というもの、前回ですね、持ち家というのは財産ですので、ご自身で、処分することもできます。で、老後になってですね、現金化ができる。これ場所とかにもよるんですけども、リバースモーゲージというようなものがあります。これ何なのかっていうとですね、お家を担保にして、信託銀行に、担保にしてですね、担保にするという言い方はおかしいですけど、お金を借ります。そしてそのお金で生活をしていって、その方が亡くなったら、そのお家は、信託会社さんが、お金転売する、という、単純に言うとですね、そういうシステムなんですね。そうすると自分が最後亡くなるまでの間は住んで、でそれで、必要がなくなったお家をこう、要は信託銀行さんが処分してくれる。信託銀行さんはそれで当然お金を回収できますし、お年寄りの方ですねは自分の老後の資金というのをお家に住みながら得ることができるっていうようなことができるっていうのが、この、リバースモーゲージっていうシステムなんですけども、ちょっと詳しくはね、またいろんなところでご案内をしていきたいと思うんですけども、簡単に言うとこんなことができます。住宅を持っているっていうのは財産ですから、そういった意味でも、メリットは大きい。それとですね、リバースモーゲージ使わなくてもですね、家を売ってしまって、でそのお金で、そのお金の一部で、賃貸に移ってもいいです。その時からあと一生にかかる賃貸の費用っていうのがちゃんと捻出できて、生活費として使っていけるようになればそれでもいいです。あるいは、売ってしまったお金で、もう少し便利なところで少し小さい、お部屋のですねマンションを購入するっていうのもいいのかなと思います。やっぱり、都会にね、都会といいますか、便利な地域に、住む方がですね、年配になったら楽になってきますから、そういった意味でも、現金化していろんな、用途に使うことができるっていうところが、持ち家のメリットですね。はい、こんなこともいろいろ考えながら、住宅のこと考えていただくときっと、素敵な、人生になってくるんじゃないかなと思ってます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。